こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がリサイクルショップで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。前回買ってきたものの動作確認ね。ああ、今回は前回買ってきたもののうち、プレステのゼロディバイド2と、幕末ロマン月下の剣士の動作確認をするぜ。で、これらの動作確認をするにあたって、同じく前回買ってきたファイティングスティックミニ3を使用するぜ。これも同時に動作確認していくのね。ああ、っていうか今回はどちらかというとこっちがメインだしな。そういえば前回これ買った勢いで格ゲーばっかり買ってきたようなこと言ってたものね。そういうことだぜ。ではまずはファイティングスティックミニ3の外観と触り心地をチェックするぜ。説明書によると、全長約 210mm、奥行き約 150mm、高さ約 87mm、スティックレバー含む。質量約 0.5kg、ケーブル長約 3m、連射速度約20回毎秒、だそうです。ウプ主が昔買ったプレステのリアルアーケード PS と比べるとこんな感じだぜ。ミニっていうだけあってやっぱり小さいわね。そうだな。テーブルに置いて使う場合は場所取らなくていいな。ただ逆にこのサイズとこの軽さだと膝の上に置いてプレイするのには向かなそうだな。で、試しにレバーとボタンの触り心地をチェックしてみたんだけど、レバーの方は見た目に反してちょっと重めだったぜ。音は割と静かな方かな。ボタンの方は軽い感じの押し心地だったぜ。ただボタンは小さめなので手の大きい人だとちょっと押しづらいかもな。なるほどね。それでは実際にゼロディバイド2で使用してみるぜ。お、なんか懐かしいキャラが出てきたな。とりあえず起動は問題なさそうね。そうだな。ゼロディバイド2 The Secret Wish。ってことで早速始めてみるぜ。最初に選べるキャラは10体みたいだな。1よりちょっと増えたわね。とりあえず1でも使った0で始めてみるぜ。Get set. Ready? Go! うん、1よりもっさり感が減ってて操作しやすくなってるな。1より動きがスムーズな感じね。そうだな。グラフィックもパワーアップしてるし、1よりもかなり進化してる気がするぜ。まあ、ウプ主の 3D 格ゲーの腕前は相変わらずだけど。そうね。それで肝心のスティックの使い心地の方はどうなの？ああ、やっぱりちょっとレバーが重いけど、十分使えると思うぜ。本体が軽いので使ってるうちに位置ずれするんじゃないかと思ったけど、こんな感じでテーブルに置いて使う分にはゴム足がちゃんと効いてて滑ったりしてないぜ。ゲーセンの筐体の感覚とはだいぶ違うと思うけど、ウプ主みたいに普段はパッドで遊んで、たまにスティックでちょっと雰囲気味わいたいなーってくらいならこれでいい気がするぜ。なるほどね。まあ RAP とかもちょっと試してみたい気もするけど、かなり良いお値段するからな。約1000円で購入したってことを考えると満足だぜ。確かにそうね。っていうかゼロディバイド2の方は初戦からだいぶ苦戦してるわね。そうだな。まあウプ主が下手な上に、スティックの感触確かめながらやってるから仕方ないぜ。まあとりあえずもう少しだけ見てみるか。時間切れでなんとか勝てたわね。そうだな。いきなり初戦負けするかと思ったぜ。この後も続けてプレイして何度かコンティニューしつつも、こんな感じで勝ち進んでいき、一応最後まで来たぜ。やっぱり最後までプレイしたのね。こいつがラスボスなのね。そうみたいだな。なんかちょっと危ない感じのやつだな。
そうね。そして特に合図もなくいきなり始まったな。頭吹っ飛んだわね。っていうかなんかあんまり強くないわね。そうだな。まあ結構操作に慣れてきたしな。あとは難易度初期設定のままだから、難易度上げればもっと強いんだろうけど。なんかあっけなく勝っちゃったわね。そうだな。最後は一撃も食らわなかったしな。って感じでエンディングになったぜ。でこの後もう一回始めてみたら、2体ほど使えるキャラが増えていたぜ。最後に戦った2体が追加されたのね。ああ、せっかくなのでラスボス使ってちょっとプレイしてみたぜ。Get set. Ready?さすがにラスボスだけあって動きも速いし使いやすいぜ。これだけボカスか殴れればストレス発散にいいかもね。そうだな。であまりにもサクサク進めるので結局また最後まで来てしまったぜ。動作確認どころかがっつり楽しんでるわね。まあゲームってやりたいと思った時にやっとかないとやらなくなっちゃうこと多いからいいのかもしれないけど。そういうことだぜ。で2回目もクリアしたら、さらに主要キャラが2体追加されたぜ。起動時に出てきたキャラね。そうだな。せっかくなので最後にちょっとだけこいつでプレイしてみるぜ。顔のドアップしか映ってなかったからどんな感じなのかちょっとわからなかったわね。まあ始まればわかるだろ。おお、そのまんまの容姿できたわね。そうだな。だいぶ世界観には合ってないけどこれはこれで面白いな。それもそうね。そういえばこいつ名前が猫ってなってるけど、確かドラッキーって名前のキャラだった気がするぜ。昔スーファミでドラッキーの草野球っていう野球ゲームを友達のうちでプレイした記憶がうっすらあるぜ。結構有名なキャラなのね。ああ、ちゃんと調べたわけじゃないから多分だけどな。ってことでこれはこの辺にしておくぜ。続いて月下の剣士の動作確認をしていくぜ。最初にムービーが入るみたいだな。これも起動は問題なさそうね。そうだな。アニメのムービーなのね。ああ、かなりしっかりしたムービーだったぜ。一応見てみるけど、結構長かったのでムービーとか言って人は3分くらい飛ばしてくれだぜ。
って感じだったぜ。本当にかなりしっかりしたムービーだったわね。そうだな。ってことで始めていくぜ。とりあえずストーリーモードでいいのかな。最初に選べるキャラは12人みたいだな。どのキャラがどんな感じなのかよくわからないので、とりあえず主人公っぽいやつでプレイするぜ。ウプ主プレイしたことあるって言ってなかったっけ？あるにはあるけど、20年くらい前に友達の家でネオジオ CD 版を1回プレイしただけだしな。ほとんど初見と変わらないぜ。なるほどね。カエデ対イーレッカ。結構ロードが頻繁に入るな。そうね。お、ようやく始まったな。全力でいきます。真剣勝負、一本目、始め。どうやら体力ゲージは2本分みたいだな。うん、いまいち操作がよくわからないけど、とりあえず勝てたな。2本目、始め。なんか出たわね。ああ、外しちゃったけど今のが教室みたいだな。そういえば操作感としてはどうなの？そうだな。動きが少しゆっくりめなのでちょっと物足りない感はあるけど、そんなに悪くないと思うぜ。お、教室が決まったな。なんか一瞬音が消えたわね。そうだな。っていうか全体的にキャラの声に対して BGM が小さい気がするんだけど。そうだな。オプションでその辺の設定変えられると思うから、ちょっと調節しておけばよかったな。まあ今回は設定変えずにプレイしちゃったので、この後も BGM 小さいままだぜ。なんかルロケンの同人絵みたいなキャラ出てきたな。時代設定も幕末で近いしちょっと似てるかもね。そういえばルロケンの作者の月野信弘先生はサムスピが好きだったってウィキペディアさんに書いてあったな。サムスピゼロの一部のキャラクターのデザインもしたりしてるみたいだな。え、そうなのね。もうちょろっと息見ただけだから詳しいことは分かってないけどな。っていうかなんか全く BGM が鳴ってない気がするんだけど。そうだな。BGM の読み込みに失敗したのかな。それとももともと BGM のないステージなのかちょっとわからないぜ。まあとにかく月下の戦士の方も。なんと。逆なるものにって感じでラストまで来たぜ。未来はない。結局これも最後までプレイしたのね。ああ、せっかくなので最後だけはウプ主のヘボプレイをちゃんと見てみるか。相変わらずのシューティングスタイルね。ああ、波動拳コマンドで飛び道具が出る場合はどの格ゲーでも基本はこうなるぜ。だがしかし、ここでちょっとしたアクシデントがあったんだぜ。なのよ。ここまで結構調子良かったこいつが、波動拳コマンドを入力しまくったせいか、下、右下、右の方向にレバー倒すと、めっちゃレバーの動きが重くなるようになってしまったぜ。なんでよ。なんでだろうな。とりあえず今回はこのまま使ってみたけど、次回動作確認予定の KOF98 とカプS2 の方はパッドでプレイするぜ。Z
ていうか編集がまだなだけでノーパッドで動画確認しちゃったんだけどな。自ら次の動画のネタバレしてるし。まあこれくらいは別にいいかなと。でまた後日ちょっとファイティングスティック兄さんをいじってみたんだけど、最初のうちはまたちゃんと使えたんだけど、30分くらい使ってるとまた徐々にスティックが重くなってしまったぜ。量も連続使用してスティック部分が温まってくると動きが鈍くなるみたいだな。普通温まった方が動き良くなりそうなもんだけど。そうだな。ウプ主が買ったものがたまたまこんな感じなのか、それともこれ自体がそんな感じなのかはちょっとわからないけど、とりあえずウプ主が買ったものに関しては長時間の使用には向いてないっぽいな。まあ中古で安く買ったわけだから、ちょっと使う分には十分だけどな。まあそれもそうね。ってことで無事最後の敵も倒せたので月下の剣士はここまでにしておくぜ。いやー久しぶりにスティックで格ゲー遊んだけど、パッドとはまた違ってスティックはスティックで楽しいな。長時間使えないのがちょっと残念だけどね。まあな。けどウプ主は基本パッド派だから、たまに使う分にはこれで問題ないかな。もしどうしても気になるようなら分解して中を調べてみることにするぜ。まあ中見たところでウプ主には原因わからなそうだけど。確かに。それか本格的に開け込んでプレイしたくなったらもう少し異能を買うことにするぜ。いやそれまたお金かかるから。まあ今のところ本格的なアケコン買う予定はないから大丈夫だぜ。だといいけど。ってことで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.